一橋時代の第一高等、中学校高等中学校は、1886年の中学校令により、全国に7校設置された管理の旧正学校である。1894年の高等学校令交付により、高等学校と解消されたが、明治30年代までは、地方における最高学府としての色彩が強かった。本校では、 主に明治30年頃までの高等中学校及び初期の高等学校について記述する。なお、1911年に交付された高等中学校令による修行年限2年5ヶ月から2年6ヶ月。この高等中学校令による高等中学校は実際には作られなかった。また、ヨーロッパのギムナジウムなどの一貫性中等教育機関の役語として当てられることもある。 1886年3月2日の帝国大学令に続き、同年4月10日、中学校令が交付された。これに基づき全国を5区に分けて、各区に1校ずつ2年生の管理高等中学校を設置することとした。このほか、旧長州、薩摩両藩主課などの財政的バックアップにより、山口及び鹿児島にも開設された。高等中学校は、 本家と専門家とに分かれていた。本家、編集本家は東京の帝国大学に進学する者の,のための予備教育を目的としたものである。修行年限は2年で外国語教育が重点的に行われた。帝国大学各文化大学の区分に対応して第1部、第2部、第3部に分かれていた。ただし、第3部は東京の旧大学予備門を引き継いだ。 第一高等中学校のみに置かれた。専門家、編集専門家は、文化、学部とも呼ばれた。医学、法学、工学などの分野で、地方の地域社会が必要とした、上級専門家、上級実務指導者を養成する目的でも受けられた。本科と同じく10月入学、7月卒業で、年限は、医学部医学科が4年、法学部、工学部、 医学部薬学科が3年である。医学部は5校すべてに設置されたが、法学部は3校のみに置かれた。余科、余科補充科、編集本科に入る者の,のための余科3年、さらに余科に入る者の,のための余科補充科2年という1、系統の組織が存在した。合計5年で、当時5年生だった尋常中学校の課程に相当する。 全国各地に尋常中学校が急速に増設され、余貨は1896年に、余貨補充科は1893年に廃止された。中学校例の交付とともに、東京大学予備門は廃止され、新設の各高等中学校がその役割の一部を受け継ぐことになった。1886年、東京大学予備門を第一高等中学校に、 大阪の大学文校を第3高等中学校に、さらに山口中学校を山口。この結果、全国に文部大臣の管理に属する7校の管理高等中学校が開設されたが、前述の通り、設立の順番は、学区を示すナンバーとは、必ずしも一致しない。1887年の告示により、第1代後の各高等中学校には、 専門教育を目的とした医学部が設置されることとなった。なお、第1、第3、第5の各校医学部は、それぞれの本部とは異なる場所、すなわち千葉、岡山、長崎に開設された。各高等中学校のうち、山口、金沢、鹿児島の本部、及び岡山、仙台、金沢の医学部は、旧藩校、鹿児島増史館や、 範囲学校の流れを組むものであった。これらの旧藩校の更新諸校は、その後大学にまで発展することになる。なお、中学校令により、7校の管理高等中学校が設立された一方、それまでの府県立中学校のほとんどは5年生の尋常中学校とされた。尋常中学校に止められたその他の旧藩校は、現在では、 新生高等学校として存続しているものが大半である。高等中学校は中学校制度の一部ではあったが、実質上は東京の一校のみであった帝国大学への進学者の基礎教育機関、もしくは東京以外の地方における最高学府の機能を有していたことから、同じ中学校令によって規定されている尋常中学校とは性質を著しくことにしていた。 また、二種の中学校の役割、機能の際は、社会階層に対応させて考えられていた。すなわち、高等中学校は、社会上流の仲間に入るべきもの、社会多数の思想を左右するにあし、るべきものを要請するところであり、尋常中学校は、社会の上流に至りらずとも下流に入りつつものではなく、すなわち、中流の社会に入るべき、再実用を、試すの人、 森有則のり文章宮城県巡視の際の演説を要請する学校であるとして考えられていた。このため、文章井上武氏の主導により、1894年6月25日、中学校令とは別途の高等学校令を改めて交付した。これにより、従来の管立高等中学校の内鹿児島を除く6校は高等学校と解消した。当初、 高等学校の教育は、専門学科の教授帝国大学予科教育程度の特別学科による教育との3つを担当する学校として規定されていた。これは、英米のカレッジの制度を参照して、高等学校を構成しようと計画したもので、単に帝国大学への基礎教育を施すばかりでなく、専門教育を授けることを主要な目標とし、地方における、 最高学府の機能を想定していたのである。修行年限及び入学程度に関しては、専門学科を教授する学部においては4年、大学予科は3年とし、入学資格はいずれも尋常中学校を卒業程度とした。専門学科を教授する学部に関しては、従来から第1、第5の各高等中学校に設置していた医学部、第3の法学部に加え、 1894年の高等学校令交付と同時に第3高等学校に工学部、さらに明治30年4月に第5高等学校にも工学部を新設した。これらの学部では帝国大学と同様に講座の制度を設けた。一方、第1、第2、第4、第5、山口の各校の本科は大学4課となり、第3の本科は廃止となった。 しかしながら、高等学校の地方大学科構想は発展を見ることなく終わり、専門の学部は相次いで廃止、分離され、明治30年代後半までにはすべてが姿を消すこととなった。すなわち、第三高等学校の法学部は1901年4月に廃止され、第一、第二、第三、第四、第五高等学校の各医学部も同年。 それぞれ独立した管理水学専門学校とされた。また、第3高等学校の工学部は、同年4月に廃止され、第5高等学校の工学部も、日露戦争後の1906年3月、熊本高等工業学校となって、分離独立した。このため、地方大学の充実は、以後、帝国大学及び、管理専門学校の増設という形に転換していった。 一方、制度上は従属的な地位にあった大学予科は、この間に大いに発展し、当初専門の学部だけで出発した第三高等学校にも、1897年4月から大学予科を設置した。このように、制度の面でも実体面でも、高等学校は、純然たる帝国大学予備教育機関としての性格を強めた。なお、山口、 鹿児島の両校には、当初から専門の学部は設、以下、各高等中学校の設立順に、その後の変遷を示す。1919年、第二次高等学校令志向により、大学予科は高等科に、名称変更。詳細は、中学増資官を参照1889年、本部が大阪から京都に移転。1905年、交渉に転換。 1911年山口高等学校再校、1896年に廃校。1901年第7、高等学校増資官として再校、井上武志、高等中学校を高等学校、となしたる理由、木村忠史編。井上武志くん教育事業承知第4編。第2節。ありがとうございます。